ちいいの前の方、こっちだったっけ、ここら辺、真ん中、ここら辺。遊覧船白鳥にようこそご乗船いただきました。この船はここ大橋川を遡り一路西へ玉造沖までおよそ1時間の就航で皆さんに宍道湖をご案内いたします。藩主松平不昧公が広めた茶の湯文化は茶室にお菓子に料理にそして松江の人々の生活に息づいています。こうして神代の頃から受け継がれてきた神話や風習伝統文化にラフカリオハーン小泉八雲は起用されこの地を題材とした数々の作品を描きました。お届けいたしましょう。やりますよねやりますよね私もどっか行ってやれますもん
人は歩いてないじゃない。この4つの橋の中で一番新しい橋です。2番目にかぶる辺りに吉野生い茂る観音でした。堀尾義治が城を定めて後堀尾家三代、兵庫家一代、松平家十代、18万6千石の城下町として栄えてきました。築城から今日までこの大橋は城下町松江の歴史の移り変わりを見続けてきたのです。水量が多く川幅も広く、おまけにちょうどここ大橋のあたりは久しぶりで楽しんで、新事故が途切れたらの松江大橋の架橋工事でも工事監督だった深田技師が殉職しています。現在橋の南爪に2人の火が建てられ供養されています。のもとへとついた岩姫が嫁入りの土産として持参したと言われています。今の煮干しは戦後に作られたものですが、岩姫の煮干しを忠実に写して作られたそうです。現在も人々の交通を支えています。4つの橋をくぐり抜けると、皆さんの船はいよいよ入り日を迎える新事故へと旅立ちます。夕日は空や湖面を染め上げ、やがて山の葉へと落ちていきます。昔から人々の生活や文化と深い関わりを持ち続け、今もその役割は明治の末にここ山陰に鉄道が開通するまで地方台の役割をしていたという青柳楼の大灯籠がこの辺りからご覧になれます。進行方向左手に NHK 医療亭青柳楼の庭に立っていた気持ちいいしてたのはどうお感じになるでしょう。貧しさゆえに恋は成就することなく、裕福な商家に壊れるままに嫁いだのです。湧いてくるに違いないと希望を抱いて、極寒の古城を滑るように走りました。葉という字を当て鹿島と呼ばれていたようですが、いつしか伝説の島、嫁ヶ島は古城から人々の心に寄り添う神の住む島でもあるのです。全国で7番目に大きい湖です。西暦700年頃には現在のような形であったと出雲の国ふだきに記されています。新事故を彩り漁場を誘う夕日は日本の夕日百選に選ばれています。朝橋の向こうから昇った太陽はこの湖の上をゆっくり渡り、やがて西の紹介しますのは山田のオロチ伝説、国譲り神話、国引き神話の3つの物語です。まつわる神社が点在し、神々に由来する地名や祭りが山田の
ロチ伝説をお話しいたしましょう。高間ヶ原で多くの罪を重ねてしまい追放されたスサノオノミコトは、いつもの国の火の川のほとりに流れています。それを聞いたスサノオノミコトは強い酒をたくさん作れ、垣根を張り巡らせ、そこにこの八重垣をと呼びました。松江の市街地の外れにこの和歌にちなんだ神社、八重垣神社があります。伝承によれば、オロチから守るためにこの神社があります。ここでは毎年旧暦10月10日に神を迎える神事が行われ、古よりパワースポットとして崇められてきました。びっくりしちゃったんだね。続いては稲佐の浜が舞台となった国譲り神話をお話しいたしましょう。結構変な雲だな。高間ヶ原の神々は大国主の神が治める芦原の中津国を平定しようと、雨の堀の御事や雨の若彦を使わしますが、大国主の神を打ち青伏を巡らせて姿を隠しました。もう一人の息子、竹見中田の神は竹見和地の神に力比べを挑んで敗れ、白野の国の諏訪湖まで逃れると、この地からもう離れないと国譲りに同意しました。大国主の神は神話にゆかりのある神社が点在しています。北側の海岸線は荒々しくダイナミック、あやっぱし断崖や切り立った岩場が海岸線を形成し、花という名がつく突出した場所が随所に点在しています。日本海独特のその入り組んだ地形は自然の脅威や雄大さを物語っています。冒頭で少し触れました国引き神話をお話しいたしましょう。風が吹いてきたね。絶対夏が水を見つのみの雷に怖いと思いますよ。この時国を固めるために立てた杭が木の神だけになり、引いた綱は黄泉の島になりました。なんか急いで帰ってない。こうして国引きを終えた夏が水を見つのみことは、今国引きを終えたと王の森に杖を突き立て、終えと言いました。神様が杖を立てた王の森は、この風景に溶け込むようなロコさんのセンターボイスと教習を、訪れています。西日本最大級の野鳥の渡来地で、白鳥の渡来する南限の地でもあります。冬の宍道湖で最も多いのは、金黒ハジロと呼ばれる小型のカムシを国際的に守っていくことを目的とした条約です。ワイズユースの理念にかなっていると言えましょう。企業と創業時間を決め、被害保護のために除連と呼ばれる
こうした努力によって漁獲高は日本有数のシェアを誇る。夜の帳が降りる頃、この旅館街、そして夏、市を挙げて開催される水郷祭では、湖はいつにない賑わいを見せます。夜、湖上から空高く打ち上げられる数千発の花火にどよめきが上がり、湖畔の公園や宍道湖大橋、沿道にあふれるように集う人々の熱気や華やぎが、城下のところに松江城の天守閣がお目見えします。見いただけます。お城です。関ヶ原の戦いでの功績を認められ札に移したのです。以来堀尾家三代強化されたコンクリート造りのお城とは違って、築城以来の木造です。千鳥城の愛称で呼ばれていますが、実は華麗さよりも戦国時代の実践に重きを置いて建てられています。頑丈に積み上げられた石垣、黒く分厚い雨おい板の壁、鉄砲や弓矢で敵を迎え撃つための小さな窓など、至る段を登って天狗の間と呼ばれるお城のてっぺんに顔を出すと、そこはもう別世界。大名茶人として有名な松平不昧公が茶道不昧流、この地の芸術文化の基礎を築いた不昧公の美意識は、縁結びの話し合いを行うためという説があります。神々が集うとされる期間中、地元の人々は大切な会議を邪魔してはならないとばかりに、夜の外出を控えたり、大きな音を立てないように気を配り、を与えて撫でると願いを叶えてくれると伝わる。松江城では天守閣を支え絆を深めてくれるとの言い伝えもあります。自然の造形物も恋の行方を見守っているのでしょう。八重垣神社では夫婦椿や夫婦杉が凛としてそびえていますし、玉造温泉にある玉造湯神社には願い事を叶えてくれると評判の高い自然石、願い石が鎮座しています。またここに見据えつけております縁結びの鐘もその一つ。この鐘のモチーフは先にご紹介しました高神谷遺跡で発掘された銅鐸です。銅鐸は古来神様を呼ぶ祭器として用いられていたと言われていますので、銅鐸を鳴らした方、音色を聞いた方、それぞれに神様のご加護がもたらされることでしょう。当遊覧船の後部を見たのは船の上からでした。そうです、先ほど皆さんが通ったのと同じように、ここ大橋側から船で松江に入ってきたのです。まだ北と南を結ぶ橋は大橋一本しかなかった。水上の交通路が大切な役割をしていた明治の中頃のことですが、日本海から中海を通り大橋川を遡ってくる船が帆を上げて盛んに行き来していました。藩は東京から姫路までを汽車、姫路から人力車に乗れないものとなりました。そこ掴んでカラカラと大羽の上、日本の何もかもが近代化のために日本にやってくることになったのです。ところが仕事の手がならなくなりました。折しもその時、島根県では松江新町中学校の英語の教師を求めていて、ハーンが松江に住むことになったというわけです。ハーン40歳の時です。ハーンが松江に住んでいたのは、親しみを込めて呼んでいます。市内の潮見なわけには小泉八雲記念館やかつての都内があり、ハーンをしのぶたくさんの観光客が訪れています。やばいやばい、あ、降ってきた降ってきた降ってきたよ、やばいよ。濡れたくないし、濡れたくないし、濡れたくないし、降りよ降りよ。皆さん、まもなくこの船は
バス以降の船着き場に到着いたします。1時間にわたる湖上でのひととき、ちょうど降ってきた。お楽しみいただけましたでしょうか。間に合った。また、秘密に行って事故は発生しています。よかった、雨が降り出した。メニューは分かんだけど、どうぞお待ちください。また船から上陸されますときは失礼します。ありがとうございました。すんごいよ、ほら、はい、水面見たら分かるけど、水面にすごい綺麗に撮れちゃう。妻よう持ったな、ギリやったね、持ってきたね、うん、この時間がもう一目を見るな。あ、もうちょっとこれラスト、これラストで、ね、これはもう3時間ぐらいになっちゃうな。バッ、急変ってまで、そうなん、そうなん、2時間、20名微妙に遠いな。船長ごめんなさい、大雨タイムでお願いします。今ちょっと大雨なんで、ちょっと休んでから。違う、聞いてほしい。 OK して、バックしてっていう計算。ありがとうございました。そういうことか。2名ずつで傘をお引きするってことじゃないか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。